買い物に行ってきました。マスク、ずっと紙の使ってたんですけど、洗えるやつ買ってみました。ご祝儀袋、ポッチ袋、これめっちゃ好きなんですよね。キャンメイクのティントかな、なんかすごいシロップみたいな、ヘアゴム。そう、いつも行くところに久々に行ったら、いつも行くけど久々に行ったところに、青果店ができていて買いました。すごい、そこに住みたいぐらい魅力的なものがいっぱいあった。ポップシュガー、これずっと欲しくてやっと買いました。ワッフルとか作るときに入れたら美味しい。紅茶パウダーと抹茶パウダー、紅茶パウダーって、初めて見た気がする。生クリーム、ムース、ケーキやクッキーなどにって書いてあります。粉、エクリチュール薄力粉です。これずっと欲しくて、でも大きいのやっぱ人気なのか売り切れてたので小さいサイズ買いました。めっちゃ好きなんですよね。チョコをまとったプレッツェルなんですけど、冬しか販売していなくて、今季初購入。カロリーがすごくて、一袋で470キロカロリーもあります。すごい美味しいんでおすすめです。マーケットオーのリアルブラウニーオレンジ、オレンジ食べたことない。ロータスのカラメルビスケット、カルディ限定のティムタム、カラメルが入っている、カラメルが中に入っているみたいです。以上、コーヒー入れてきた。美味しい。買ったもの全部ちょっとずつ食べたい。次どうしよう、どれにしようかな。これオレンジの風味がすごい。お母さんがオレンジとチョコ、オレンジにチョコかかって、オランジェットだっけ、あれがすごい好きなんですよ。だから多分これも好きだからあげよう、後で。次これ、あ、うわすごい、キャラメルとカラメルって何が違うんだろう、どう分かんないけど、いい匂い。ティムタム初めて食べる。最高。カラメルに塩気があるから甘くてしょっぱい。塩キャラメルなんだ。ティムタムって
しっとりしてるんだと思ってたら意外とビスケットみたいな感じ、みたいなっていうかビスケットなんですね。プレッツェルをまるっとチョコでコーティングしてる。チョコが甘すぎない、甘すぎないんですよ。美味しい。お菓子ついつい買っちゃうんですよね。で食べちゃう。ごちそうさまでした。